さんこんにちは、ニーナです。今日はこちらアースへミュージック&エコロジーでお買い物をしてきたのでそちらを紹介します。2点なんですけれども、よかったらぜひご覧ください。はい、こちらになります。ちょっとね、こちらのちょっとタグがもうなくって商品名がわからないので後で調べて載せとこうと思います。こちらはサイズは多分フリーサイズだったと思います。でお色はこちらはピンクですね。ちょっと桜色みたいな薄ピンクになっています。で素材がなんていうんですかね、あのフリースみたいな、ちょっとこうあの毛糸とかでもなく綿でもなく、ちょっとモコモコっとしたような素材になっています。で胸元のところがこう V 字に開いていて、ちょっとここがかぶせて縫われていて、こんな感じですね。で下の部分はこんな感じで横にスリットが入っていて、ちょっと後ろの方が長めなデザインになっています。で腕のところはこの手首ら辺でこの切り返しがあって、ちょっとこう手首のところから広がるようなデザインになっています。でですね、こちらはこのネックレスっていうんですかね、チョーカーっていうのかな、が一応セットになってついていました。本当にこれはシンプルなスウェードの紐でできたチョーカーですね。ここも特に飾りとかもなくて、で一応でもネックレスみたいになってて、こんな感じで金具がついています。で取り外しは可能なので、これ単品で別のお洋服と合わせることもできます。購入すればさらにそこから 10% 引きっていう割引をしていたので、値段の方がちょっと今わからないのでテロップで入れておきます。はい、とってもお安く購入することができました。で元々、ネットの 70% オフのセールの告知を見ていて、こちらの商品を知ったんですけど、実際店舗で見たらとっても可愛いなと思って、このね袖のところとかがとっても可愛いなと思って、あの購入しました。ちょっとねこのスウェード調、ちょっとこのフリース調の洋服っていうのはなんか小学生以来着てないので子供っぽくなっちゃうのかなと思ったんですけど、でもこのね流行りのチョーカーがちょっと引き締めてくれて、なんかおしゃれにしてくれるので可愛いかなって思って買ってみました。そして2点目がこちらの白のニットになります。ちょっとこちらも商品名テロップで入れておきますね。あとお値段も入れておきます。こちらはね結構あのシンプルな形のニットっていう感じで、ここは U 字にこう開いていて、で特にこう切り込みとかも入っていないし、あの丈もあの前後で同じような丈ですし、このね腕のところも特に広がったりとかもしていなくて、あの本当にシンプルなニットっていう感じなんですけど、とても触り心地が良くてふわふわしていて、あのなんか毛糸のケバケバ感とかはないですね。すごく触り心地が良くて、これ1枚でもなんか気持ちよく着られそうなぐらい、とってもあの触り心地がいい素材です。であのすごくシンプルだなって思うんですけど、こちらは裏後ろを裏返すとこんな感じで首元のところにリボンがついているデザインになっています。このね、なんかちょっと、シンプルだけど、ちょっと可愛らしさがあるデザインが、あの、気に入って購入しました。で、あの、なんて言うんですかね、ピンクとか、なんかもうちょっとこう、リボンが可愛すぎると、本当に可愛すぎちゃうというか、ラブリーになりすぎちゃうかなと思ったんですけど、このね、シンプルも、このね、リボンもとってもなんかシンプルだし、その変に可愛すぎないので、これぐらいの可愛さだったら、ちょっと、大人可愛いじゃないですけど、私でも着られるかなと思って購入しました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。